農場のレッスン、マールテイの巨大な木、トルニア・ヤーノシュは、ハンガリーの画家。農民である両親の子供として、フォード・メゼーバーシャール兵で生まれた。奨学金で、1886年から1889年の間に、ブダペストで、美術大学に通った。聖系ベルタラン、ロッツ・カー・アロイ、グレグ・シュ・ヤーノシュらに学んだ。 1894年から1896年まで、ホード・メゼーバー・シャール兵士の援助で、パリのアカデミー・ジュリアンに入学し、文化・アチミハーイから学んだ。1896年から97年にかけて、ドイツやイタリアに旅行をし、その後、ハンガリーに帰国後定住した。しかし1903年まで、自分のギャラリーを持つことはなかった。1900年に、 近代の残酷さと、ハンガリーの失踪で辛い生活について描き、この外に、ラーコーツィフェレンツ2世のロドシ島の亡命を描いた。ベルチェニミクローシュの全身像も描いている。1919年に、ブダペストに引っ越し、先天ドレでも絵を描いた。色彩は明るくなり、絵のスタイルも、情緒的なものに変わっていった。1934年に、ワーシャー・アルヘイの知識人は、 トルニャイジャの主学会を設立し、作品コレクションの展覧会を開いた。ありがとうございます。